はい、チャラリンコ。はい、今回はね、旬のね、夏野菜、オクラですね。これを使って今回は、なんと火を使わずに、簡単作り置き副菜と、便利なね、冷凍保存の方法っていうのをね、今回紹介していきます。ベータカロテン、葉酸、食物繊維が豊富で、ビタミンも豊富です。腸内環境を整えてくれたり、夏バテとかね、スタミナ、あとは血糖値の上昇を下げてくれるんで、ね、高血圧とか糖尿病の予防にもいい、万能野菜でございます。粘りがね、いいのでね。はい。今回はね、オクラがこれ、2パックですね。2袋。5本ずつ入ってるのかな。で、1袋、約 70g です。塩ね、適量ですね。もう、このね、僕はネットの上にね、こう、塩やっちゃうんですよ。小さじ1弱ぐらいね。ほんでもう、これをね、こうやってゴリ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 。手でもいいし、これちょっとまな板でね、やっても産毛を取る感じです。産毛を取る。ね、こんな感じ。はい。はい。で、ここに、ね、水入れます。はい。で、これでちょっとね、塩で板ずりしたオクラの産毛の、細かいね、産毛とかを取り除くっていう感じです。はい、もうさっとですよ。そしたらこれね、ちょっと耐熱容器とかお皿にね、乗せます。ちょうどいいね、これぐらいの大きさでね、約10本。耐熱容器。はい。で、今回火使わないで、2品ね、作り置き常備菜作るんで、レンチンです。ラップをします。そんなにね、プシッとしなくていいです。これぐらい。はい。これぐらいにラップして、電子レンジ。これ半分だったら、オクラ5本だったら40秒ぐらいです。で、今回2つなんで、1分10秒ぐらい。ね、はい、レンチンしました。約1分10秒ですね。はい。オクラ10本。140g で、約1分10秒ぐらいです。ね。これがね、すごく大事なんです。あんま火入れすぎてもダメだし。で、これね、すぐに、ね、レンチンしたらすぐにこれ氷水。はい。氷水に入れて、一気にここでね、冷やしてやる。はい。で、オクラちゃんが、しっかり冷えたら、ちょっとね、これキッチンペーパーですね。必ずこれ冷やしてから、冷やして水気を切る。はい。これだけです。ここのね、ヘタのこの辺ね、ちょこっと切り落として、あとここね、ここもちょっとね、削ってやるといいです。これ最初にやってもいい。最初にやった方がやりやすいかもしれない。ちょっとね、削って、これ最初にやった方がいいね。はい。こんな感じ。ちょこっと切ってやって。後からやってもいいし、最初の方がね、やりやすい。よし。はい。で、あとこれ、今回ね、冷凍保存の方法。これが一番ね、1ヶ月ぐらい日持ちするんでいいんですよ。で、氷水で締めて、水気をね、拭き取ったオクラ。これを、こういうジップ袋に入れて、ね、空気を抜いて、封をして、はい。で、このままちょっとね、こうして冷凍庫ですね。冷蔵庫でもいいけど、冷凍庫で約1ヶ月、ね、日持ちします。冷蔵庫にね、保存するときは、3日ぐらいしか持たないですけど、キッチンペーパーにくるんで冷蔵庫に入れてください。3日ぐらいしか持たないですよね。だから冷凍がすごいおすすめです。このまま使っておくと、あと解凍して、流水解凍とか、そのままね、冷蔵庫で解凍して、そのまま刻んで納豆とか、キムチ和えとか、ごま和えとか、ね、いろいろ使えて便利です。副菜2品やっていきましょう。すげえ簡単。今回、ごま和えと、あと、漬けオクラ作ります。これね、オクラ、食べやすい大きさ。大きければ4等分ぐらい。ね。こんな感じでね、カットしていきます。はい。で、ポンですね。はい、こっちも。同じように。4等分。結構ね、しっかりしたね。大きめのオクラですね。やっぱり旬なだけあって。はい、OK、牧場。はい、よっこい、小一。はい、もう簡単です。はい。ごま和えから作っても。この割合ね、覚えてください。すっげえうまいです。そしたらここにね、まずごま和えから、すりごま、小さじ1杯。ダブルのごま使います。小さじ1杯ずつ。この方にはお醤油を小さじで2杯1杯2杯ね。そこにね、隠し味で、味ぽん小さじでね2分の1ぐらい、ほんのちょっと。これ柑橘の酸味とか加わってめちゃくちゃうまい。きび砂糖もね、これ醤油と同じ量、基本はね、小さじ2杯この割合ですよ。はい、あともうこれ和えるだけ。これで一品完成。うん。で、あともうね、蓋して、密閉容器で蓋して冷蔵庫で作り日持ち3日間。で、ちょっと冷やして食べると美味しいです。このね、ごま和え簡単でね、すっごく美味しい。冷やしてね、お酒のおつまみ止まらない。今回はね、漬けです。オクラのね、麺つゆ使います。これ、そうみのつゆ。そうみのつゆ、僕が大好きなつゆですね。まあ、麺つゆの3倍希釈。3倍です、そうみのつゆは。なんでこれをね、大さじ1杯。はい。もう水でいいんですよ。大さじ4杯。ここにね、生姜。生姜をちょっとすりおろします。まあ、チューブでもいいですけどね。小さじ2、小さじ1杯ぐらいね。生姜。これ生姜すごく合います。はい。で、ここにおかか。これ1袋ね、1.5g におかか加えるともうやみつきですよ。もう夏はこういうのがいい。こういうのでいいんだよ。こういうのでいいっていうかね、むしろこういうのがいい。火使わないで、オクラの美味しいね、副菜。居酒屋で食べるとちょっといい値段がするやつ。はい。もうこれだけです。はい。あともう蓋して、冷蔵庫で冷やすだけでございます。はい。もう完成です。じゃあ、あとこれ蓋してね、冷やしていきましょう。で、どちらもね、作り置き日持ち3日間持ちますんで、冷蔵庫で。この4度、5度で。ね、ぜひ作ってください。はい。じゃあ、しまっていこう。はい。ってことでね、冷蔵庫でね、約3時間、大体2、3時間ですね、冷やしました。で、結構ね、もう味も入ってると思うんで、早速ね、いただいてみたいと思います。まずこっちのね、ごま和えからいただきましょう。ちょっと今回このまま失礼します。一人暮らしになって、もう一人でね、独り占めして、ひんやり美味しいオクラが食べ放題。一人暮らしの極みです。はい。それではいただきます。ごま和えから。これはうまい。めちゃんこウルトラスーパー美味しい。もうね、2、3時間冷蔵庫に寝かせて、もう味がしっかり入ってます。めちゃくちゃ美味しい。これお酒のおつまみにいいね。副菜。もう豆腐とかそうめんとか何にでも合う。オクラってすごいよ。うん。いりごまとすりごまと両方入れて、で、ちょっとね、味ぽんを効かせるじゃないですか。だから味がすごくしっかりするの。で、柑橘の爽やかさと、醤油と砂糖のね、甘み、甘辛さ。これが出ててね、これ病みつきです。ご飯にも合う副菜。おかかを入れたね、めんつゆの簡単なもん、漬けです。ね。はい。で、おかかと一緒にいただきましょう。オクラのやばい漬けです。いただきます。あー、これいい。めちゃんこウルトラスーパー美味しい。これはまさにね、オクラ、めんつゆと生姜じゃないですか。この組み合わせはもう間違いないんだけど、やっぱオクラによく合う。オクラとめんつゆの組み合わせ、だし。オクラとだしの組み合わせはね、めちゃくちゃうまいですね。もうとにかく、美味しくて体にいい。ね、夏はぜひね、こういうオクラのね、作り置き常備菜の趣味です。でも一番美味しい食い方だと思う。オクラのね、一番美味しい食べ方ですよ。この2品、作り置きして一番美味しい食べ方だからぜひやってください。僕はね、どっちが美味しいかって言えばもうどっちも美味しいんだけど、ご飯で食べるならこっち、ごま和え。ご飯とかお酒ならごま和え、でこれがね、さっぱりいきたい時はこのね、めんつゆ漬け。これね、すっげえうまい。これやばい。何にでも合う。最高。なんかオクラの素材を生かしてるのはこっちかなって思うんですね。こっちは結構しっかりした味。どちらもめちゃんこウルトラ美味しいです。最高です。はい、ということで今回はね、旬のオクラを使って、簡単なね、もう火も使わずに簡単にね、もう暑い時ぴったりすぐできる副菜、作り置き副菜2品、紹介しました。で、体にもものすごくいいので、ぜひ皆さん作ってください。冷凍保存もできるんで、ぜひね、参考にして、ぜひ皆さんやってください。はい、それではこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ポチンコお願いします。はい、それではまた見てね。熱中症気をつけてね、皆さん。それではまた見てね。